平野の仕様、散髪後の意外な癖を明かす。自分の髪の毛を丸めて、ファンを楽しませる愛着ある瞬間を共有。こんにちは、読者の皆様。今回は元、キング、リンチェプリンス、メンバーで新グループンウンベル、ナンバーアイ、平野仕様が自身の髪を切った後に行う意外な行事についてお伝えします。マップス。 平野紫仕様のファンの皆様、驚きと楽しみが詰まった彼の最新のインスタグラムストーリーズをチェックしましょう。平野紫仕様、髪を切ったことをファンに報告。10月16日、平野紫仕様は自身のインスタグラムストーリーズを更新し、まずは髪を切ったことをファンに報告しました。その瞬間、多くのファンは新しいヘアスタイルに興奮し、期待を膨らませたことでしょう。 髪を切った後に行う恒例行事を告白。しかしながら、平野潮は髪を切ったことだけでなく、髪を切った後に行う恒例行事についても明かしました。その恒例行事とは、髪を切った後に自身の髪の毛を丸めることだと言います。平野自身、この行事について次のようにコメントしています。髪お目に切ったら絶対やることでしょう。 とファンに楽ししさを伝えましたそして次のストーリーズには自身の髪の毛を丸めた毛玉の写真をアップしました。この可愛らしい毛玉に彼の愛情が詰まっていることが伺えます。毛玉を様々な場所に持ち運ぶ部屋仕様。そして平野仕様はさらに驚きをもたらしました。 彼はこの毛玉を様々な場所に持ち運び、その楽しみ方をストーリーズを通じてファンと共有しました。例えば、前日に所属事務所、とべの YouTube で生配信を行った際、平野は東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込んだのです。そして、その場で毛玉を野球ボールのように投げる写真や自分の頭の上に乗せる写真をアップし、 ファンを楽しませました。意外な緊張感のない生配信の舞台裏。さらに驚くことに生配信の舞台裏では、平野耀は意外にも緊張感がなかったようです。彼の毛玉遊びは、ファンとの楽しい交流の一環として捉えられています。平野耀が髪を切った後に行う、毛玉の愛着を持つ習慣は、 彼のファンにとって新たな一面を発見できる楽しい瞬間となっています。彼のファンは彼の楽しさとユニークな思考にいつも驚かされ魅了されています。どんな瞬間も楽しみを見つけ、ファンと共有する平野潮の姿勢は彼の魅力の一因でしょう。今後も彼の魅力的なエピソードを楽しみに待ちたいと思います。 この記事では、平野紫仕様のファンに向けて、彼の最新情報と楽しいエピソードを紹介しました。どんな瞬間も、彼の楽しみ方を共有する姿勢は、ファンにとって心温まるものです。彼の今後の活動にも期待が高まりますね。